リー・セルビーは、ウェールズのプロボクサー。バリー出身。元 IBF 世界フェザー級王者。2008年7月12日、ニューポートのニューポートセンターでデビュー戦を行い、6回判定勝ちを収めた。2009年5月29日、サミー・モーネミーと対戦し、4回判定負けで初敗戦した。2010年4月27日、ブバーバック。 ウェールズフェザー級王者ダイダビエスと対戦し2回1分53秒小勝ちで王座を獲得。2011年7月30日、ジェームズ・アンシリフィとブバーバック・ケルト・フェザー級王座決定戦を行い、6回2分12秒、TKO 勝ちを収め王座獲得に成功した。2011年9月17日、コモンウェルス・イギリス連邦フェザー級並びにブバーバック、 英国フェザー級王者ステファン・スミスと対戦し、8回2分4秒、TKO 勝ちを収め、コモンウェルスイギリス連邦王座とブーバーバック、英国王座獲得に成功した。2011年12月14日、ジョン・シンプソンと対戦し、5回2分2秒、TKO 勝ちを収め、コモンウェルスイギリス連邦王座とブーバーバック、英国王座初防衛に成功した。2012年5月2日、 パトリック・オーキンと対戦し、5回1分54秒、TKO 勝ちを収め、コモンウェルス王座の2度目の防衛に成功した。2013年2月9日、オデッセイアリーナでマーティン・リンズへと対戦し、3から0の判定勝ちを収め、コモンウェルス・イギリス連邦王座は3度目、ウバーバック、英国王座は2度目の防衛に成功した。2013年4月20日、 コーリー・マコーネルと対戦し、5回1分16秒、TKO 勝ちを収め、コモンウェルス・イギリス連邦王座の4度目の防衛に成功した。2013年4月20日、WBC ・インターナショナル・フェザー級王者ビを練るシミオンと対戦し、3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。二千十三年十月五日、ライアン・ウェルズと対戦し、三から零の 判定勝ちを収め、コモンウェルスイギリス連邦王座の5度目の防衛に、成功、ブバーバック、英国王座の3度目の防衛にも成功した。2014年2月1日、ブバーバック、英国王座の防衛とエブ・オーシュー・フェザー級王座、決定戦で、レンドール・ムンローと対戦し、6回1分31秒、TKO 勝ちを収めエブ王座獲得、ブバーバック、 英国王座の4度目の防衛に成功した。2014年5月17日、ロムロ・コアシチャと対戦し、3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の初防衛に成功した。2015年2月19日、IBF 世界フェザー級王者エフゲニー・グラドビッチとの間で行われる指名試合に関する対戦交渉は、工業権をめぐり入札に持ち込まれる予定だったが、 同年4月25日に指名試合を行うことで、グラドビッチ陣営とセルビー陣営が合意し、入札は回避された。2015年4月10日、同月25日に IBF 世界フェザー級王者エフゲニー・グラドビッチとの指名試合を行うことで合意していたのだが、同年5月30日に指名試合を行うこととなった。2015年5月30日、ロンドンにある オーオニアリーナで、ケルブルック VS フランキー・ギャビンの前座で、IBF 世界フェザー級王者エフゲニー・グラドビッチとの、指名試合で対戦し、偶然のバッティングにより、グラドビッチの左まぶたがカットし試合続行不可能となり、8回3から0の負傷判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2015年8月5日、有力ボクシングマネージャーのアルヘーモンと契約。 2015年10月14日、アメリカのアリゾナ州グレンデールのヒラリバーアリーナで、アーロン・マルティネス VS、デボン・アレクサンダーの前座で、元世界3階級制覇王者で、IBF 世界フェザー級10位のフェルナンド・モンティエルと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め、初防衛に成功した。2016年1月11日、IBF が、 IBF 世界フェザー級3位のエリック・ハンターと対戦するよう指令を出した。2016年4月9日、ロンドンのオーニアリーナで、チャールズ・マーティン・ VS アンソニー・ジョシュアの前座で、IBF 世界フェザー級3位の指名挑戦者、エリック・ハンターと12回3から零の判定勝ちを収め、2度目の防衛に成功した。2017年1月28日、 MGM グランドガーデンアリーナで、元 WBA 世界フェザー級王者で、IBF 世界フェザー級1位のジョナサン・ビクター・バロスと対戦し、3度目の防衛を目指す予定だったが、バロスが医学的検査で不合格となったため、試合は中止となった。2017年4月14日、リー・セルビーとジョナサン・ビクター・バロスの指名戦の入札が行われ、 セルビー用する TBG プロモーションズが60万1000ドルで工業権を落札した。バロス陣営の KO インターナショナルの入札額は60万ドルだった。報酬はセルビーに75%に当たる45万750ドル、バロスに25%に当たる15万250ドルが配分される。2017年7月15日、ロンドンのウェンブリーアリーナで 元 WBA 世界フェザー級王者で IBF 世界フェザー級1位のジョナサン・ビクター・バロスと対戦し12回3から0の判定勝ちを収め3度目の防衛に成功した。2017年12月9日、ロンドンのカッパーボックスで IBF 世界フェザー級11位のエデュアルド・ラミレスと対戦し4度目の防衛を目指す予定だったが、 前日計量で、ラミレスが、フェザー級の規定体重である126ポンドを2.5ポンド体重超過の128.5ポンドを計測し、失格となったためセルビーが勝てば、王座防衛となるがラミレスが勝っても、王座交代とはならない条件で試合は行われ、セルビーが12回3から0の判定勝ちを収め、4度目の防衛に成功した。二千十七年十二月十三日、 フランク・ウォーレンのクイーンズ・ベリー・プロモーションズと3試合契約を発表し、ヘイモンから離脱した。2018年5月19日、リーズのエランドロードにて、IBF 世界フェザー級1位、ジョシュ・ワーリントンと対戦し、12回1から2の判定負けを喫し5度目の防衛に失敗、王座から陥落した。ありがとうございます。